ブルチェドルムは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした基礎自治体。モンタナ州に属する。モンタナ州の北東部に位置している。ブルチェドルムは、西部ドナウ平原に位置しており、ジブリツァ川及びドナウ川に近接している。ブルチェドルムの最初の学校は1780年に建てられた。町には、ブルガリア正教会の聖パラスケビ聖堂と、 小さな博物館がある。ブルチェドルム自治体には、ドナウ川の中洲のイビシャ島も含まれており、島は自然保護区に設定されている。人口の多くはブルガリア人であるが、およそ30%はロマである。ブルチェドルム基礎自治体には、その中心であるブルチェドルムをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。